皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。なんだよルル、こんな場所に呼び出してさ。俺授業があるんだけど。せっかくしもべは魔女審判員に選ばれたのですから、しっかりと魔女を探してもらわないとですね。もらいたいものですね。選ばれても全然嬉しくないけどな。やらないと変人にされるから仕方なく協力してるだけだし。変人でなく善人ですよ。変人だよ変人。そもそもお前だってちゃんと協力してくれないことには話にならないんだよ。サボってガールウォッチングばかりしてないで、天使の能力とかで協力してくれよ。ふん、ルル様の崇高な能力をしもべのために生かしてやるなどとんでもないのです。よく考えたら、そもそもお前の能力っていくつあるんだ。あっても大したことなさそうだけど。ブッチー、失礼な。このルル様の偉大な天使の力をとくと味わうがいいわ。まず消えることができるですよ。できるのですよ。ほーれ。あのな、それは前にも見たことがあるから知ってるぞ。ガツン、相手、スネを蹴っ飛ばすんじゃねえよ。ふん、しらけるしもべですね。ま、こんな能力は序の口なのです。次に自分の体より大きいアイテムを瞬時に出すことができます。テンプルザー魔法ジングピポットハンマー。それも前に見たな。ガン、あいてててててて、てハンマーで殴るんじゃねえ。あれを食らって平気だったのか。何度もルル様をコケにするとは、いい度胸なのです。次の能力です。しもべを驚かせてやるのですよ。あの木を見るのです。ルル様は消えるだけでなく、物質を通り抜けることができるのです。ジャンプといって、ナビ天使の中でもエリート中のエリートしか使えない技ですよ。非常に難易度の高い技です。へえ、それはすごいかもしれないな。ウケケケケケケ、とうとう驚きましたか。さあ見るのですよ。5分後。いやー抜けろうらー。はは、掛け声ばかりでなかなかすり抜けられないじゃねえか。おたまりなさい、このグミン。今頭が半分くらい入ったのです。おりゃー。お、だんだん入ってきたのか。ん、あ、お前パンツが木に引っかかってるぞ。さっきから黙ってないでしもべ、ルル様が集中できないのです。のりゃー。うわ、パンツが脱げた。ルルさん、尻が丸出しですよ。だから集中できないんでお黙りなさい。ん、あー、ルル様のパンツが。ここ、これスケベしもべ見るんじゃないのです。うわ、抜けない。別に見たくもねえし、お前の色気のない尻なんて。さっさとパンツを履かせるのですよ。いや、見ちゃダメなので履かせなくていいですよ。あー抜けない。どうすればいいのですか。スケベ、しもべのスケベ変態痴漢。さーて、俺は教室に戻るかな。じゃあな、ルル。あー誰か助けるのですよ。というわけで今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。